急な出張で大阪に来てる。一週間は帰れない。およよ、新婚なのに寂しい思いをさせてすまないな。ざわざわざわ。どうした？やっぱり寂しいよね。再婚同士とはいえ結婚したばっかりだもんな。ごめんね。なぜなんだ。私が好きになる男はなぜ例外なく浮気をするんだ。え、私言ったよね。過去に浮気相手に旦那も炊飯器も奪われてなんやかんやあってガンになってもまた浮気されてボロボロだから次こそは幸せになりたいって言ったよね。分かってるよ。俺が浮気なんてするわけないだろ。ほなみのことが好きで結婚したんだから。ほんまか。ほんとだよ。大阪の女舐めたらあかんで。ほなみ東京生まれ東京育ちだろ。画家そうなやつは大体友達。悪いけど俺今仕事中だからさ、また今度でいいかな。たこ焼き食べるのが仕事な。は？私も大阪におるんやけど。冗談やめようか。ほんまやで。しかも同じ店。え、嘘だよな。窓際にいかにも画家っぽいベレー帽をかぶった美女がおるやろ。うわ、ほんとだ。やっぱ本場のたこ焼きは美味しいわ。あ、ちゃうわ。やっぱ本場のたこ焼きはうまいでんがなまんがな。お前関西人に怒られるぞ。あ、ごめんやで。え、なんでこんなところにいるんだ。今朝玄関で見送ってくれたよな。あ、それがちょっと仕事で急な呼び出しがあってさ、慌ててあの後飛び出したの。画家業の仕事？あ、そうそう、万博の件で知事に呼ばれてさ。えげつない人脈。せっかく大阪来たしたこ焼きでも食べて帰ろうと思ったら、結婚したばかりの夫が女とイチャついてるからおったまげちゃったってわけ。で、そいつ誰？取引先の人だ。へー、大阪の取引先って青のりつけて、あん、かわいい、私が取ってあげるとか言ってチュッてしてくれるんだ。サービスええな。見てたのか。撮影もしてまんねん。伊勢関西弁やめろ。その浮気相手って大阪で生まれた女？違います、東京から連れてきました。付き合ってどのくらい？付き合ってません、ちょっと仲良くしてるだけです。ほんまか？ほんまです。はあ、結婚半年足らずで浮気するということは私に飽きたってこと？それとも病気？病気です。好きな食べ物は？メロンです。好きな女優さんは？小池栄子です。卒業した小学校は？須賀小学校です。私と結婚した目的は？金です。あ、本音が出たな。あ、いや今のは違うんだ。なんていうか、そのゴールドのように眩しいところが好きっていうか。ガシャツタンカーメンか。とりあえず後で謝る。じゃあ。あ、こら、たこ焼き残して逃げるな。浮気がバレた夫はよほど私が怖いのか、その日以降帰ってくることはありませんでした。もう自分にいくつの罰がついたのか数えるのも嫌になりました。ああ、詳しくは再生リストをご覧ください。男運に完全に見放されている私に神様は絵の才能を与えてくれました。たくさんのお客様に愛され、高値で買ってもらって何不自由ない生活を送れています。でもたった一人の人に愛されたい、その願いだけが叶わないのです。ああ、ごめんなさい、ちょっと締めっぽくなっちゃいました。私らしくなかったですね。しかしご安心よ、この後例にも漏れず浮気女が私にちょっかいを出してきます。やったれで。数日後。あんたが後期の嫁？あ、来たー。は、何喜んでんの？表に出てこなかったらどうしようって思ってましたけど、単細胞な浮気女は堂々と姿を現してくれるので、こちらもネタが切れずに助かってます。あんた大丈夫？意味不明なんだけど。説明しよう。浮気女は2種類に分けることができる。
慰謝料請求に怯え隠れて浮気する卑怯者タイプと、堂々と身分を明かし己の愚かさをひけらかす低能タイプである。は？何言ってんの？ああ気にしないでください、皆さんに説明してるだけなんで。変な女だから浮気されるのよ。私もそう思います。あまりにも気になったんでこの間占いに行ったんですよ。別に興味ないんだけど。そうしたらなんて言われたと思います？まあ、あなたが生まれてきた意味は浮気されることではなく、浮気する悪党を退治することよ。ですって。すごくないですか？自分を犠牲にしてまであなたたちのお尻拭くだけの人生なんですって。へえ、もう笑うしかないですよね。でもおかげでなんか吹っ切れちゃいました。それが何なのよ。コウキがホナミは強敵だから気をつけろって言ってたけど、全然どうってことなくて拍子抜けしちゃった。むっは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 、一度油断させただけだわ、騙されよったな。は？お前ごときのメス映えにビビる私ではないのだ。ハエはあんたでしょ。愛されてもないのにコウキにまとわりついてるんだから。なあ、この女やっぱり手ごわい。しかし大阪までついてくるなんてよほど暇なのね。でもプチ旅行の相手に選ばれたのはこの私よ。黙りなさい。私はそこそこ有名な画家だぞ。知事に呼ばれて行ったんだ。それが何？え、私は元総理と食事したこともあるけど、この印籠が目に入らぬのか。画家だってことは知ってたけど、それがどうしたのって話よ。所詮はライスとか大福とかくだらない絵ばっかり描いてるヘッポコ画家でしょ。なんということだ。私の技が決まらないことが未だかつてあっただろうか。出すの早すぎた？え、もっとラストの方が良かった？私アパレルとか化粧品を手掛ける会社を経営してるの。財力でマウント取ろうとしても無駄よ。これは過去のすっからかんなお金大好き略奪ハイエナ女とは比べ物にならないレベルの敵。雑魚と並べられちゃ困るんだけど。財力で結婚相手を選んだ夫がこれまた財力のある浮気相手に乗り換えようとしているとしたら、私に勝ち目はない。失礼ね。私が選ばれたのはこの美貌と性格の良さよ。私大阪でお顔見ましたけど、たこ焼き6個ずつほっぺに隠してるような顔してるくせに何言ってるんですか？は？は？もしかして人間じゃなくてハムスターだったんですか？ハムちゃんと人間だったら浮気にはならないので、今回はお咎めなしってことでいいですよ。この甘。慰謝料がひまわりの種とかはやめてくださいね。そちらには価値あるものでも私には役に立たないんで。煽ってるつもり？別に。ハム太郎相手にマウント取る意味ありませんし。もうすぐ画家人生が終わるっていうのにそんなに余裕ぶっこいてて大丈夫なのかしら。はて、どういうことでしょうか？あんたの盗作疑惑の記事が明日の週刊ブンブンに出るわ。はい。私の絵は完全オリジナルですけど。そうかしら。ライスって絵だけど、1800年代に描かれた絵にそっくりなのよ。そんなバナナ。ふざけてる場合？画家生命が終わるっていうのに。びっくり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 。ふざけてないでちゃんと話してよ。はぁ、あ、I'm sorry ヒゲ総理、増税大好き岸田総理。ねえ、会話にならないんだけど。炊飯器たこ焼き炊けたらラッキー、ナナ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 長ネギ、いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん。なんでジョイマンなのよ。なんでラップで返してくれないんですか？ノリが悪いのはお化粧だけにしてもらえませんか？この女許せない。覚えてなさいよ、絶対に再起不能レベルでぶっ潰してやるから。あんたに潰されるなら本望ってもんだよ。あちきだって女さ、タイマン張って負けたら潔く身を引くってもんだ。何キャラ？ごくつまです。くだらない。
お気に召しませんか？じゃあ何がいいですか？最近で言うとギャルとかおすすめですけど。キャラいらないから普通に話せ。まあだるみ、だるみ沢慎吾。また始まった。ノリ悪み、悪み沢。本当にやめてほしい。どうしたら止まるの？意味不明すぎる。意味不明み沢？ざわってるけ？ざわみ沢？ざわは？森山け？話が通じない。もうやだ。もうやだけのやだみ沢。ギャルってこんな感じなの？お願いします、真面目に話してください。真面目沢からの無理み沢。もういい。あんたの画家人生は今日で終わり。一人でざわざわ言ってろ。もうちょっと遊びたかったのに。もうケチケチケチ。どっと疲れたわ。数日後、朝から盗作疑惑の問い合わせで仕事になりませんでした。そういえば今日がブンブンの発売日ね。後で買ってじっくり読むわ。ハムスターなのに字読めるんですか？どっからどう見ても人間でしょうが。 iPhone の顔認識とかいけます？ブンブン法を食らって動揺してるから煽らずにいられないのね。多少の反撃くらい許してあげる。たくっそー。爽快だわ。結婚してすぐに夫に裏切られて、唯一の武器である画家生命にも終わりを告げるなんてね。ふんが。何それ。すみません、ちょっと大福が喉に詰まりそうになりまして。ちなみにさっきのくっそーってやつは、大福の白い粉がくしゃみで床に散らばったからです。ちょっと、こんな時にのんきにおやつ食べてる場合？どんな時ですか？何言ってるの？大騒ぎなんでしょ？もう落ち着きました。てか、あんなもの、屁の突っ張りにもなりませんよー。え？そもそも絵画の著作権なんて、没後70年で切れちゃいますし、うちの最強の弁護士軍団にお願いして、騒ぐ方がおかしいって抗議してもらいました。そうなの？それに週刊ブンブンの編集長に頼んで出版は差し止めたんで。今日発売の雑誌に掲載されてるはずよ。だからマスコミが押し寄せてるんでしょ。マスコミが連絡してきたのは、あなたがネットで適当な嘘を書いたからですよ。それが軽くバズって取材の申し込みが来たんです。ブンブンの援護射撃になればと思って書き込んだだけなのよ。名誉毀損って知ってる？こっちも人気商売なんで。ああいうのは困るんだよね、お嬢ちゃん。ブンブンを差し止めるって、あんた何者？別に、編集長が絵のファンでたまに買ってくれるだけです。マジであんたの人脈どうなってんのよ。さーてと、今回は若干ペースを乱されたけど、そろそろ本気出していくか。おいおい、ハムちゃんよ、ずいぶんとおちょくってくれたじゃねえか。また唐突なキャラ編。どいつもこいつも汚い面をぶら下げて人の夫を奪いやがって。お前ら略奪女連合組合でも作ってんのか？そんなもんあるか。選ばれたのは私なの、それが事実でしょ。人の旦那に手出しておいて何を偉そうにマウント取ってんだよ。私は人の食べかけの大福をいただく癒やしい女ですって言ってるようなもんだぞ、恥を知れ。旦那を大福扱い？そんなんだから浮気されんのよ。吠えてられるのも今のうちだかんな。何が言いたいわけ？偉そうに社長とか言ってたけど、会社やる資金が用意できなくて、ある人に出資してもらってるよな。それが何？別に悪いことじゃないわ。お前の出資比率は3割で、残りは全部出資者なんだよな。そうよ。現状はその人が筆頭株主なんだって？私は3割持ってるし、別にいいでしょ。はーい、3割程度でどうやってるところ失礼します。その権限を使ってお前を代表取締役から解任することになりました。パチパチパチ、拍手、喜べ。明日から晴れて無職だ。あんた何言ってんの？出資者ってサダちゃんでしょ？確かに山本貞治さんだけど、なんで知ってんのよ。私の絵のファンなの。
絵を買ったからって何なのよ。困ったことがあったら何でも言うんだよってサダちゃんが言うからお願いしたんだ。何を？お宅のポンコツハムスターがうちの旦那に手出したよ。こんなんじゃ絵も描けないよ、ビエーンって言ったら、株主総会で解任決議案出すって言ってくれた。あんたが貞治さんともつながってたなんて。私のお客さん年配の方が多いんだよね。いざという時にはみんな助けてくれるんだ。いくらなんでもやりすぎじゃない？何が？旦那にちょっかい出したくらいで私から会社奪うとかどう超えてるって言ってんのよ。まあ自分は私の画家生命を奪おうとしたくせに自分のことを棚にあげるのずるいぞ、かなかな。あれはちょっとしたいたずらっていうか、私のもちょっとしたおたわむれって感じだから気にしないで。違う、規模が違いすぎる。株の割合はタイミング見て考えておかなきゃいけなかったね。まあ色仕掛けで出資させただけの下半身経営者だから仕方ないか。元総理との食事だってサダちゃんのコネだったんでしょ。まあ本当見えっぱりだな。何もかも失ってたこ焼きフェイスがしぼんでないか心配。なんて言い草。さあここで試合に負けたミレー選手の敗者インタビューです。は？いや、対戦相手に散々マウント取ってましたが、ホナミ選手に惨敗した気分はいかがですか？最悪です。今後また魅力的な既婚者がいたら手出しちゃいますか？二度としません。最後に視聴者の皆さんへ一言お願いします。既婚者との恋愛は人生が壊れます。私の場合は相手が悪かったとも言えますが、誰であろうと許されることではありませんでした。どうか立ち止まって考えてみてほしいです。その相手は何もかも失ってでも手に入れたい人かどうか。経験から来る心に響くお言葉ありがとうございます。ミレー選手でした。ありがとうございました。ってやだ、つい乗せられちゃった。これを機に真面目に生きてくださいね。悔しいけど同性論。じゃああとは最強の弁護士軍団から浮気と名誉毀損の慰謝料のお話があると思いますので。は？何もかも失った私からお金取るの？まだ5年のか。あ、週刊文文にリークしてやろうか。え、そしたらお前は今度こそ再起不能だ。さあどっちがいいか選べ。払います。分かってくれてよかったです。脅したんだろうが。ああ何でもありません、失礼します。バイバイキー。後日談。金目的のクズ亭主に別れを告げました。慰謝料をたんまりもらったのでおばあちゃんと息子と旅行に行ってきます。ミレーはただの無職になりました。着飾るために散財しまくっていて預貯金は全くない状態。弁護士軍団の圧に負けて示談書にサインしたので逃がしません。500万耳を揃えて払ってもらいます。もう恋なんてしないなんて言わないかどうかはさておき、しばらくはおとなしく絵を描こうと思います。次はどんな敵が私の前に現れるのかな。いい加減穏やかに暮らしたい。